平野紫耀がジャニーズ事務所を最後って込めて脱退。ジャニー北川氏の影響はこんにちは、皆さん。元金プリの平野紫耀が驚きの発表を行い、ジャニーズ界に大きな波紋を広げています。5月22日、平野はキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所も退場すると発表しました。 しかし、その辞任生命には強烈な皮肉とも受け取れる数踏みが含まれており、これが注目を集めています。平野のブログ記事には次のように記されています。明日からキングプリンスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしね、ジャニーさん、ごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。 もし天国であったら怒られるんだろうなしょう。このコメントから平野が何か特別なメッセージを伝えようとしていることが伺えます。それでは一体何が起こっているのでしょうか芸能ライターが解説します。金プリは世界進出が悲願でしたが事務所側は消極的でトラビスジャパンを先に海外で売り出した。このことが平野と神宮寺優う 死ゆ太の三人の脱退につながったとされていますからね。その恨み節を炸裂させた文章です。つまり、平野は海外デビューの夢を抱いていたが、事務所の政策が彼の目標を達成できないものにし、それが彼の脱退の理由の一部とされています。さらに、平野は記事の中で、小ジャニー北川氏の名前を出しており、これも興味深いポイントです。なぜなら、 ジャニーズ事務所はジャニー氏の名前をメディアから遠ざけようとしており、平野のコメントは事務所にとって都合が悪いものであるとされています。事務所の長男と呼ばれる東山の之が、ジャニーズという名前を残すか、どうかとまで踏み込んだほどで事務所としては今ジャニー氏の名前は極力メディアに出したくない。平野のコメントが大きく報じられることは明らかなので、 できれば触れてもらいたくなかったはずです。芸能ライター。また、平野はジャニー氏の被害者の一人とされており、元ジャニーズ JR で歌手の岡本カウアンが、平野と一緒に被害を受けた、と実名告白しています。そのため、平野の、ジャニーさんごめんね、というコメントは皮肉な意味を含んでいるとも考えられます。これまでのジャニーズ事務所なら、 平野を表舞台から遠ざけることも可能でしたが、今回の脱退発表により、事務所にとって逆風が強まっています。それにもかかわらず、平野と脱退組がテレビ出演を続けられる可能性が高まっています。国民的なアイドルグループであるスマップへの場合、メンバーが退場後に干され、新しいプロジェクトを始めるまでに数年を要しました。 しかし、今回の金プリは異なり、在留メンバーによるグループ存続が維持されています。これは、ジャニーズ事務所の状況が変わりつつあることを示しています。最後に、ジャニー氏の性加害疑惑が未だに収束しないことにより、スポンサー筋も激怒していると報じられています。 今後、所属タレントの CM や番組からの降板が相次ぐ可能性があるため、脱退組3人が勝ち組となる可能性も考えられます。この事件は、ジャニーズ事務所の未来に大きな影響を与える可能性があり、今後の展開が注目されます。皆さんもこれからの出来事に注目し、平野氏用と脱退組の動向に注目していきましょう。結論。 ジャニーズ界における衝撃の出来事、元キンプリ平野仕様の脱退とその辞任コメントについて詳しくご紹介しました。平野のコメントには、海外デビューへの未練や、ジャニー北川氏との関係性が反映されているようです。また、平野が被害者として認識されていることも注目すべきポイントです。ジャニーズ事務所の今後の展開や、 ジャニー氏の性加害疑惑についても触れました。これからの出来事に注目し、ジャニーズ界の変化に耳を傾けていきましょう。読者への挨拶。この記事をお読みいただき、ありがとうございます。ジャニーズ界の最新情報やエンターテイメントに関するさらなる情報をお届けするために、私たちは取材を続けてまいります。今後とも、 当サイトをご愛顧いただければ幸いです。どうぞお楽しみに。幸いで。